皆さん、こんにちは。オンタップによるオブジェクトストレージの活用、続、初めてのオンタップというタイトルで、ネットアップの田中健一が発表させていただきます。よろしくお願いいたします。まず、はじめに、オブジェクトストレージとはというところですけれども、オブジェクトストレージは、大量の 非構造化データの格納に最適なストレージです。データは、オブジェクトという単位で保管・管理され、ファイルシステムやボリュームではなく、フラットにデータを保管します。また、ファイルシステムをマウントするのではなく、HTTP 形式でデータをやり取りしますので、アクセス性が高いストレージになっています。 またデータにメタデータやタグを付けることができますので、これにより保管したデータを後から再活用することができます。SNS サイトやオンラインドライブで普段の生活で知らずにオブジェクトストレージを利用しているかもしれません。ネットアップではオブジェクトストレージとしてストレージグリッド をラインナップしています。それでは次に、オンタップのオブジェクトストレージ連携というポイントで見ていきましょう。オンタップのオブジェクトストレージ連携の一つ目として、パブリックプールをご紹介します。パブリックプールは、オンプレミスとクラウドを連携し、 一つのデータプールに見せるテクノロジーです。これによりアクセス頻度の低いデータを透過的にオブジェクトストレージへ階層化することができます。階層化はポリシーとブロックのアクセス頻度により管理を行い、アクセス頻度が高いホットデータはローカル、 いわゆるパフォーマンスが高い領域に保持。アクセス頻度が低いコールドデータは、オブジェクトストレージ。いわゆる容量単価の低いストレージへ移動されます。サポートするオブジェクトストレージとしては、AWS Amazon S3、Azure Blob Storage、Google Cloud Storage といった 各ハイパースケーラーのオブジェクトストレージに対応しています。また、ネットアップ、ストレージグリッドをはじめとした S3 の互換ストレージにも対応しています。クラウドへ回送化されたデータは、クライアントやアプリケーションからは、透過的にアクセスすることが可能になっています。また、 ボリューム単位でファブリックプールの回送化ポリシーを設定することが可能です。自動であれば、設定されたクーリング期間を超えるデータは回送化がされます。また、スナップショットのみを回送化したり、全く回送化しないという設定や、全てのデータを回送化するといった設定が可能になります。 オンタップのオブジェクトストレージ連携二つ目としてスナップミラークラウドをご紹介しますスナップミラークラウドはオンタップのボリュームを直接オブジェクトストレージへ転送する機能です転送先にオンタップは必要ありませんサポートするオブジェクトストレージとしては クラウド側は AWS、Azure、Google Cloud の各オブジェクトストレージをサポートしています。オンプレミスは NetApp のストレージグリッドをサポートしています。転送効率や管理性に優れたバックアップとなっており、こちらは実績のあるスナップミラーテクノロジーがベースになっています。また、 ボリュームあたり最大4000世代のスナップショットの保持が可能となっています。このスナップミラークラウドによりハイブリッドクラウドを容易に実現することが可能です。このスナップミラークラウドはバックアップアプリケーションと連動して動作をします。例えば、 スナップミラークラウドをサポートするサードパーティーのバックアップソフトウェアや、ネットアップのクラウドソリューションであるクラウドバックアップサービスとの連携が必要になります。スナップミラークラウドのユースケースですが、マルチサイト、マルチクラウドでのバックアップリカバリーや、自社サイト以外のロケーション、 例えば、クラウドでの長期保管ということが挙げられます。ここまでは、オンタップのオブジェクトストレージとの連携についてお話をしてきました。ここからは、オンタップ自身をオブジェクトストレージとして使うということについてお話をします。近年、 S3 アプリケーションの需要が急速に増加をしてきています。例えば、分析、AI、マシンラーニング、データパイプラインにおけるエッジからコアへのデータの取り込み等が挙げられます。こういった需要の急速な増加に対して、オンタップは、ブロック、ファイルに続く、 第3のプロトコルとして Amazon S3 互換の API をサポートするようになりました。こちらが OnTap S3 と呼ばれます。この OnTap S3 でも OnTap のストレージ機能が利用可能になります。例えば、重複排除や圧縮といったストレージ効率化機能。また、QOS。 データセキュリティ。また、データ保護についてもです。先ほどご紹介しました、オブジェクトストレージ、ストレージグリッドとのすみ分けについてですけれども、例えば、オブジェクトストレージのみの環境や、数百テラバイトからペタバイトクラスの大容量の環境。また、ロケーションをまたいだ分散構成。 ILM, インフォメーションライフサイクルマネジメント機能が必要な場合は、ネットアップのストレージグリッドの使用をご検討ください。Ontap S3 のデータ保護について説明をします。Ontap S3 のデータ保護として、Snap Mirror S3 という機能があります。 この機能はオンタップ S3 バケットのデータをレプリケーションする機能になります。アクティブミラーとバックアップティアという2つの方式があります。アクティブミラーはフェイルオーバーとデータ保護が可能なバケットミラーになります。オンタップ S3 のアクティブバケットに書き込まれたデータは 指定した RPO に準じて対抗のパッシブバケットへミラーされます。この RPO を0にすることで、ほぼ同期のミラーを設定することも可能です。障害等でアクティブバケットにアクセスできなかった場合は、対抗のパッシブバケットに手動で切り替えることで、リードライトがアクセス可能、 アクセルが可能になります。また、障害復旧後の切り戻しも可能です。通常のスナップミラーと同じようなオペレーションが可能になります。このアクティブミラーですが、オンタップ S3 同士のみ対応をしています。次に、バックアップティアですが、こちらはデータ保護や 災害対策が可能なバケットリプリケーションになります。ミラーの方式はアクティブミラーと同じく指定した r p o に準じてパッシブバケットへミラーする形になります。ただし、切り替えの機能はなくバックアップティアからの逆転送のみ可能になっています。 このバックアップティアはオンタップ S3 やストレージグリッド、AWS の S3 に対応しています。パッシュバケットがリードオンリーになっていますのでデータ共有といった用途にも利用可能になっています。このアクティブミラーはフェイルオーバー、バックアップティアはバックアップといった 利用の用途が想定されます。ここからは OnTap S3 のユースケースについて説明をします。一つ目はファブリックプールの階層化先です。OnTap S3 により FAS をファブリックプールの階層化先として利用することが可能です。これにより 既存 FAS のプラットフォームを新たな利用用途として活用することができます。階層化先はクラスター間、もしくは一つのクラスター内部、どちらでも構成することが可能です。構成にあたってはファブリックプールのライセンスは不要です。 また、無償の S3 プロトコルライセンスが必要になります。階層化先にあたって、オンタップとストレージグリッドのどちらを使うかというところですが、階層化容量が 300TB を超える場合には、ストレージグリッドを使うということがベストプラクティスになっています。 オンタップ S3 のユースケースの二つ目ですが、データパイプラインにおけるエッジで活用という点が挙げられます。IoT デバイスから出力されるセンサーデータを、オンタップ S3 と SnapMirror S3 を使って、ストレージグリッドにインジェストを行います。ストレージグリッドは、 大量のデータを格納するデータレイクとして構成し、今後のデータの利活用に役立てます。また、AWS3 と SnapMirror S3 を構成することで、AWS 側の豊富なクラウドサービスを使ってデータを活用することができます。これ以外には、 S3 ネイティブな分析アプリケーションや将来のクラウド移行を見越してオンプレミスで S3 アプリケーションをテストするといった用途にも Ontap S3 は対応できます。最後にまとめです。Ontap でのオブジェクトストレージの活用について短い内容ですがご説明させていただきました。 オンタップはファブリックプールを使った階層化やスナップミラークラウドを使ったバックアップ先にオブジェクトストレージを使用することができます。また、オンタップ S3 によりオンタップ自身をオブジェクトストレージとして使うことができスナップミラー S3 でアプリケーションも可能です。ファブリックプールの階層化先や データレイクのエッジといったユースケースがありますが、現在ファスをお使いの方で、オブジェクトストレージに興味があるけど、試しに使ってみたいという方には ONTAP S3 が有効です。また、これからも ONTAP は S3 関連の機能拡張を続けていく予定です。ブロック、ファイル、 オブジェクトの3つのプロトクルをサポートする真のユニファイドストレージであるオンタップにこれからもご期待ください。ご視聴いただきましてありがとうございました。